ってことでね、サントリーに殲滅の部屋建てたんで、まあ、人数少ないけど初めて行けます。4人ぐらいでね、スタートしちゃえば、後からどんどん人が入ってきてね、面白い感じになってくるんで、まあ、人が来ることを祈って始めていきましょうか。最近はね、自分で部屋建てでも、なんか人が集まんないっていうか、なんだろうな、フルメンバーにはならないんだよね。でもたまにね、4人とかで、最初から最後まで10分経って終わっちゃったりとかね、あって、ちょっと悲しい感じになっちゃうんだけど。さて、今日は MP7 を使っていくぞ。まあ、ベクター、正直ね、サブマシンガン全部使ったけど、MP7 はちょっと弱い感じかな。まあ、つってもね、もう圧倒的に差が開くってほど弱いってわけじゃないんでね。全然、使えなくはないかな。で、今、22ぐらいなんだよね。あ、もっと人いる？味方4人。4人いる。おお！マジか、そこ？そう、そこに隠れてやがったな。ちょっと、入場しました、退場しましたって結構。おっと、結構あんなとこにいる。あ、落ちちゃった。あかんな、これ。あ、飛んでるお、向こうも MP7 使ってますね。いいですね。さて、そろそろ人数増えてきたから、ちゃんとやるか。で、スモーク投げて。サブマシンガン使うには必須なスモーク。これだいたいね、ロングに当たるとこにぶん投げて、で、距離を詰めていくっていう感じなんだけど。うわぁ、あれはなんだ。あ、スナイパー、下にいる。後ろからスナイパーを撃って、味方が倒してくれた。ちょっと遠いな。距離遠いんで、きつい。手前の、こいつ倒して。もう一回あれだな。上からちょっと見てみますか。いない。じゃあ、いつもの、ここのポイントに隠れて。で、足音を聞いて。来た。よし。いや、やっぱだな、こうやって撃ってて思ったのは、MP7 やっぱ威力が低いですね。かなり威力が低い。もうやられた。ベクターだとね、もうちょっと早く倒せるんだよね。まあ、弾がね、45ACP だからね、向こうは。強いってのが納得なんだけど。ゲームだからね、もうあんまりリアルに作んないで、みんな均等に作ってほしい感じはあるんだよね。まあ、弾が40発あるから、それを活かして戦えってことなんだろうけど。で、あ、結構あれだね、人数増えてきてもフルメンバー近いか。敵が出てこない。ちょっとずつ覗いていく。いた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 。よし、一人やった。あんまり、あれだな、出てこないな。なんだろう。味方も詰めてるわけではないし。一人やって、飛んで、あ、いたいたいた。戻るか。お？おぉ。いる。おっとおっと。三人いたね、今。あれはまずいな。ちょっと顔出して、ダメか。ナイフ減ってたもんな。うん、テンポがちょっと悪いな。入ってきた、入ってきた。奥に一人。おっと、スナイパー。スナイパーライフルなぁ。ちょっとたまには使ってみようかね、スナイパーライフルでも。いるでしょ、あそこ。まあ、でもスナイパーだと思うんで、放っておこう。裏取りに行きますか。いた！もうびっくりした。奥見て。あー、そこいるかな？ここ出てくんだよね。あ、爆弾投げてるよ。あ、来た来た来た。よし、取った取った。こうやって意識外からね。さっき、おー、びっくりした！マジか、歩ってやがった。なんか今髪振り巻きながら歩ってるやついたんだけど、あ、確かあれだよね。ポインじゃなくて、なんか、なんとかポイント、左にいる。なんとかポイントはそっちにもいたの？ポイント使って買うやつだよね、あのエフェクト。
まあ、目立つエフェクト。なんか最初の頃にピンクに光るやついたんだよな。あの、このゲームのエフェクト、ほんと、FPS にエフェクトっていらないよね。フリでしかない。下潜って奥見て誰もいないんで、中央に寄っていく。あー、またこういう感じか。あ、左来てるな。ちょっとこっちカーブ入ってあげるか。ジャンプショットして、あ、いるね。おっと、危ない。奥にも今いたよ。奥に一人いた。飛び込むか。飛び込んで。うわー、遠いけど、倒した。瀕死かな？お、後ろに。あ、マジか、俺もやられた。やるじゃない。あははは、今の人だ。全然見えてる。スモク投げて。グレも投げる。こん中かな。うわ、いた！びっくりした。くそー。もうちょっと早ければやな。弾は当てたんだけど。やっぱりここで威力のね、低さが出てしまった。おーっとタブキーを押して味方確認してる場合じゃない。スモークね。スモークね。焚いたら自分のスモークの奥に入る。さあ奥に入ったぞ。壁から中入って攻めていく。いない。いた！そっちか。いた！ほらーうわ、マジか。マジか。今の負けちゃう。結構当てたんだけどね。バシバシ当てたんだけどな。もう一回右行くぜ。ん？この中入ってるね。よし、裏を取る。裏を取って。まず手前。奥。奥、今見られたな。ちょっと待ってようかな。少し待って、味方が進軍して。おーっと、倒した、なんとか。よし、一人やった。飛び出して、ジャンプして。いない？逆？どこだ、どこだ。おー、一周回った。もう敵はいない。右入って。出てくるぞ、あそこ。いた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 。よし、なんとか倒した。ややクソエイムだったか。いた！ほらー、一人やって。まだ出てくるぞ。おっと、横？あー、ちょっとやばいな。でも、行くしかない。よし、一人倒した。リロードして。もう一人。後ろ見てる。いける。あ、弾切れかい。弾がなくなってしまったよ。CSO2 ね、どうしよっかな。なんか結構 CSO2 ってタイムラインに流れてきて、やるやらないって言ってる人いるんだけど。あんまりね、興味ないんだよね。CS 自体がなんかあんまり好きじゃないんだよ。なんだっけな、あの、初期のカウンターストライクっていうのは Steam でできるゲーム。あれはね、一応持ってはいるんだけど、あまりハマらなかったんだよ。で、ソース、カウンターストライクソースも一応持ってて、あまりハマらなかったんだよね。で、GO 買おうかなと思ったんだけど、なんかね、両方ハマんなかったし、どうせそんなハマんないべと思って買ってないんですよね。まあ、その状態でカウンターストライクオンラインや2初めてハマるとは思えない、ね。まあ、なんかあれなんだよ、爆破がメインだし、あ、なんかお金の管理がちょっとめんだるいんだよね。なんかエコラウンドとかあるじゃない？あの、一戦目負けたらさ、ライフル買えなくてハンドガンだけで過ごすみたいな。めんどくさ、あれがちょっとだるいんで。なんか自分の好きな銃でバリ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 撃ちまくりたいんで。ちょっとあのめんどく、まああれね、ちょっと競技にはすごくいいんだけどね。まあ、競技つかもう競技として盛り上がってるもんだし、あれは。あんまり自分はそういうのは好きじゃないんで。見る側としてはいいんだけど、やる側としては、興味がないんで。まあ、かといってね、全くやらないっていうのもあれなんでね、ちょっとやってみようかなと思ってきた。さて、なんだかんだで、もう30秒。これはフルカウントいかないぞ。おー、一人、二人。くっそー、いけないか。ま
あな、今なんか同時だったからな。頭当てていかないと。で、敵とスモーク投げて、左に敵がいるんで、おそらく階段上がってくるか。さあ、来い。いたー。お前一人やって。で、こっちに一人いるな。もう、マップ上見えている。で、二人。あ、入ってこなかった。終わっちゃったか。やっぱ殲滅は面白いね。このマップで殲滅、一番面白いかもしんないな。まあ、ハーバーもね、好きなんだけどね。それ以外のマップは若干なんか偏りがあって微妙なんだけど、まあ今回は楽しく遊べたんで、よかったです。まあ続けてね、サントリーニ何戦かやっていけますか。